高田が走ります。どうしても体重がかかった時にずれてますよね。今浮かせたボールにテデスコが飛び込んでいます。その辺はジャッジの雨に影響される部分っていうのはまだまだやっぱり引いてるラインはね、まだ引き分けていいんじゃない。